火星探査者オポチュニティが2004年3月4日に撮影したダイモスの太陽面通過ダイモスの太陽面通過とはダイモスが火星と太陽のちょうど間に入り火星から見るとダイモスが太陽面をその一部分を覆い隠しながら黒い円形のシルエットとして通過していくように見える天文現象である太陽面通過の間火星からはダイモスは太陽の表面を動きながら通過していく 小さな黒い円盤のように見える。ダイモスは火星の周りを比較的高速で回っているため、通常ダイモスの太陽面通過は1分から2分ほどで終了する。この現象はダイモスによる部分日食とも呼ばれる。火星ではダイモスの主直径は太陽の主直径の10分の1ほどしかない。また地球における金星の太陽面通過の際の金星の主直径と、 比較しても、その2.5倍ほどしかない。火星探査機オポチュニティは2004年の3月4日に、ダイモスの太陽面通過を撮影した。また、火星探査機スピリットは2004年の3月9日と3月13日に、ダイモスの太陽面通過を撮影した。2004年3月4日に、火星探査機オポチュニティによって撮影された、ダイモスの太陽面通過。上段の時刻は、 協定世界時、下段の時刻は、撮影地点の地方対応時。2004年3月9日に、火星探査機スピリットによって撮影された、ダイモスの対応面通過。時刻は、協定世界時。2004年3月13日に、火星探査機スピリットによって撮影された、ダイモスの対応面通過。上段の時刻は、協定世界時、下段の時刻は、 撮影地点の地方対応時、ありがとうございます。